帽子今左手にね見えておりますけれども、江戸の頃の京橋の義帽子はですね、この先のこの後ろ側にですね、左後ろに今、過ぎてしまいまして、今度はですね右手交番のお隣にも、橋の義帽子が残っているんですが、京橋と書かれてございます。もともとはここに橋があったんですね、こと橋の名前から地名が京橋となりましたが、京橋を過ぎますと車はこちらで銀座へと入ってまいりました、これから銀座1丁目から8丁目までの、銀座8丁と呼ばれます、華やかな街を抜けてまいります。どうぞ両側ですねお楽しみください、たくさんの広告灯がねついておりますが、銀座と申しますとね、もうネオンというイメージも大変強い街ではございますが、昔に比べますとこれでも6割まで減っているそうなんですね、昔の銀座はもっとたくさんのネオンがきらめいていたということです。